です。皆さん、ズルツナイトです。今日のレビューは、ちょっと特別なやつですけど、もしかしても気づいたかもしれない。それは、こちらの。オプスコアジェンテックス、ソーテン、スペシャルオペレーションズ・タクティカル・レスピレーター。このレスピレーターは、ちょっと、ご存知みたいなんですけど、これはこのレンズがないですと、このフィルターは一つだけ前のやつ。これは P100。P100 のフィルターと、この中には、ケンジが使ったらこっちにはクリアです。のためですから。それだけじゃなくて、このカッターのタイトは、このシートには、マイクは中に入ってるから、そのままでもしかして使えたかった。これは、ここに入れて、それと、このマイクのプラグも、そのままでシートにはプラグして、あれ？これがちょっと見ないと難しいですけど、もしかして使ってる前の方がいいですよね。で、こっちにも、アンプスのプラグにもありますよね。全然見えないさ。これが一番難しいから、これは最初にやるの方がいいですけどね。我慢。あ、できた。それをつけたら、それでマイクが使いますよね。じゃあ、これが大切なトレーニングの、拳銃のなんとかガスとか、レッドとか、大変なやつがいっぱい出るから、もしかして、建物の中いっぱいあると、それは血に入れると、胸に危ない、心臓に危ない、脳も大変ですから、これが使ったら、そのフィルターで、体を守る。つまり人生守るですね。それとか、こっちには、使ってるから、このフィルターの方が、もっと拳銃が使えます。できるので、こっちに塗ったら、そのままで、削って、全然問題ないですよね。おほほ。使いやすいですね。それが大切ですから、トレーニングがいっぱいあるなら、僕が何か邪魔したらちょっと大変ですね。なんでかも簡単ですね。じゃあ、つまり、ヘルメットと使えるのは一番簡単と思うんですけどな。でも、それだけじゃなくて、もしかして、もっと心理の方が使いたいなら、どうしますか？と考えるかもしれない。これもできると、一番好きの炭酸水飲めます。じゃあ、この以外には、もしかして、軍人の時じゃなくて、もう使いたいなれば、もしかして、コロナウイルスが2番の出番にすればどうしますかをちょっと考える人が多いですから、これはそのままで、取れて、ところがよく昔の、なんとか飛行機用のファイターのテクノロジーが使ってる、1960年、70年ぐらいの情報ですから、このいろいろのフィルターが、プラグとか、オクシジンじゃなくて、もっとグラウンドタイプ、土に使うのデザインですよね。じゃあ、とりあえず、ヘルメットは取って、プラグから消してる、これも取って、これは大切なケーブルからポケットの方が一番いいさ。よいしょ。これを一回取って、じゃあ、続きます。これはもしかして、そのままで仕事に使いたい。コロナウイルスが、確かに、ジョーク作ったのやつが大変ですから、自分で家族も守らないといけないですから、これはちゃんとのフィルターで、
ただヘッドのセットもありますから、そのヘッドのハーネスはちょっと使いやすい。これからボタンは4つがあるから、その4つのボタンからクリップに入れて、その中にもこれは特別なマイクが入ってるから、それで話をコムズでできるので、フィルター、タクティカルフィルターのカバーは2つ、この黒のやつ、それで中のオレンジ見えないと、もっともっと見つけづらいになるのためですね。フィルターもそのままで右に引っ張って取れます。フィルターはもう使えないの時に一回取ってと戻す。取ってるながらまだ息できるんですけど、全然守らないから意味ないじゃん。それをちょっと、注意ください。フィルターに入れて、じゃあヘルメットなしのように、もしかしてヘルメット使いたくない、またレンジにこれとゴーグルだけのタイプとかヘッドセットもヘルメット以外に使いたいなれば、そのままでボタンで取って、超簡単にやりやすいです。ボタンが取ってとフレームが取れます。じゃあ次にはこちらのフレームので、いや後ろのは、マジックテープが入ってるから、じゃあどうすればいいのかな。これと最初にソータに入れるから、残りは簡単で直します。ボタンはもう一回4つの方でピンして、ピン、こっちにも、よし、それで完成。残りはこれがちゃんとこうですよね。準備前にこの2つはちゃんとストレートに確認しないといけない。ヘッドハーネスは髪の毛が邪魔するから全滅のしようか。こっちにはセッティングして、もう準備 OK から、これをマジックテープを開けて、顔にちゃんと鼻とか口を守ってまとめる。一回チェックからもう OK です。でこれセットは回答すぐ取るならちょっと大変からさ、ちょっと柔らかいのでルースでの方がいいですよね。じゃあこれからこちらの色から、こっちでマジックテープ、こっちは普通のハネスから、その方でいいと思います。じゃあこれでヘッドセットとか帽子とか使って全然問題ないです。仕事にもよく使ったら、ちょ、軽いと簡単のフィルターですから、あまり邪魔しないと思います。ちょ、簡単の感じと、行きやすいと。確かに、買い物に行ったらこれより使いやすい。これは 100% 安全。これは、もしコロナウイルスがあったら、これが一気の方が安全けど、目が守ってないから、もしくしゃみとか何か入ったら、目に気づいたらすぐに血に入れる。血に入ったらこっちはあまり意味ないんですけど、ただ息の方が簡単です。では、そのくしゃみが、みんなが、なんとか普通のマスク使ってるでも、もともと安全、それが気づいてない。そのままで、クッキーの塗ってるのやつだけに安全からあまり問題ないです。これはちょっとボイスポート、声があまり出ないからちょっと分かりづらいと、ロボットの感じですけど、話がちょっと難しい。マイクとヘッドセットがつけたら全然問題ないですけど、みんな無線機が持ってないのか、確かに大変ですよね。で取るの時はこれで一回マジックテープをリセット、玉から取って、一応簡単と使いやすいの方ですね。じゃあ M50 の方はできるのこととできないのこと。ハーネスがもうちょっと上等のやつですけど、確かにそれより確かに重いと、100% 守るは大変ですよね。それで水のホースとか、マイクは売れてるんですけど、いろいろな会社が売れてるけど、こっちには最初の同じのネクシスプラグが使います。でも中には特別のマイクが買わないと使えないですよね。そのマイクは死に高いですから、このマスクがちょっとコムズで使いづらいですよね。でも
これはフィルター2つからもっと行きやすいから、もし拳銃使いたいならこの右のフィルターが取らないといけません。確かに難しいですからね。じゃあその以外にはこのレンズがちょっと、それでレンズはちゃんと守るけど、これがスーパーに行けば確かに怒るの人が多いですから、なんとかね 100% 安全がいいと思うんですけどな。ジョットのマスクです。あ、大体同じぐらい行きやすい、でも声がもうちょっと分かりやすいよね。でもな、確かに大変ですよね。じゃあ皆さん、大体ソーターの方が使いやすいと、この大変なコロナウイルスの時でもいいことと思いますよね。じゃあこのレビューは大体そのままです。ジョットのやつで確かにおすすめけど、ちょっと高いな。それとコロナウイルスのせいで、みんなが軍人の人とか、とか病院、メディックとか、みんながご注文してるから、それが一番最初に取らないといけないですよね。もしかして未来にはもっともっと安いになるけど、これは確かに新しいの上等のテクノロジーからすごくいいことと思います。じゃあ皆さん、ビューは今日はそのままで、何か質問あれば、確かにこれが見てるの人が確かに少ないから、ちょっと電話の説明がしたいですよね。じゃあ皆さんお疲れ様です。これはもっとサバゲーにしようか。無線機できるからちゃんとサバゲーが楽しめるでしょうね。じゃあ皆さんお疲れ様です。今度ですね。